一般的なツリーハウスのスタイルツリーハウスは、生きた樹木を建築上の基礎として活用する人用の家屋である。パプアニューギニアの熱帯雨林に見られる元祖、ツリーハウス何本もの樹木を支柱にして、橋渡しをして作られた展望台タイプ本来は、高級的な住居あるいは倉庫として建築されていたものである。インドネシアや中南米などの熱帯雨林地帯において、 現地人の住居として建てられることが多い。パプア島のコロワイ族はツリーハウスを建てて、樹上で生活をする代表的な民族だが、彼らがツリーハウスを作って樹上生活をする理由は敵対関係にある他の民族から身を守るためである。現代においては、レクリエーションや観光を目的として建てられるようになり、コロワイ族のように必要に駆られて建てるということは少なくなっている。 個人が別荘やアトリエとして建てたり、子供の遊び場として建てる場合もある。大人から子供まで隠れ家の感覚で楽しめるところがツリーハウスの魅力である。建築技術の向上により、今では家具などをしつらいて生活できるほどしっかりとしたものを建てることができる。ニュージーランド、カナダ、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国などでもツリーハウスの建築は盛んで、 アメリカ合衆国にはツリーハウスの企画、思考、コンサルティングを専門に行うツリーハウスワークショップ社という会社が存在し、世界各地から依頼を受けてツリーハウスの思行を行っている。日本でもジャパンツリーハウスネットワークという団体が存在し、ツリーハウスの制作やセミナーの開催などを通じて普及が図られている。ツリーハウスは一本の木を支柱にして作られることが、 多いが、複数の木々を支柱として利用することもある。安定性を確保するのであれば、複数の樹木を支柱として建てることが望ましい。ツリーハウスは、土地の上に直に建てる建築物とは異なり、構造上安定性に不安があり、暴風にさらされると吹き飛ばされる懸念があった。これは、1990年代に、機械工学の専門家であるチャールズ・グリーン・ウッドによる、 カルニエリムという支柱と構造物等を支える特殊ボルトの発明で安定性の向上が図られ小屋のような小規模なものから複数の部屋を持つ比較的大きな住居の建築も可能となった生きた樹木を支柱として活用するので建てる前の木の剪定と立てた後のメンテナンスも重要である根の広がり具合や根腐れの有無など木の健康状態をチェックするのも さることながら、幹や、樹幹の状態も観察する必要がある。これらのチェックやメンテナンスは、素人目にはわかりにくいところもあるので樹木医に依頼するのが無難である。紅葉樹新葉樹日本ツリーハウス協会の小林、隆志のプロデュースにより、東京都渋谷区、神宮前や三重県伊勢市にある県営の森林などに、ツリーハウスが建築されており、クリスマスイベントの一環として、 ラフォーレ原宿正面入り口の大帳の木にツリーハウスが展示されたこともある。近年、観光の目玉としてツリーハウスが各地で作られるようになってきている。主に森林地帯に建てられることが多いが、東京ディズニーランド内にもディズニー映画スイスファミリー・ロビンソンで登場する家を再現したスイスファミリーツリーハウスという展示物がある。中国上報、人が少数で、 獣の方が多く、竜蛇のような怪物が徘徊していた時代、一人の聖人が、その攻撃を避けるため、大きな樹木の上に、巣のような家を構えることを思いついたため、人民たちはこの人をありそうと呼んで王に押し立てたと、される。ありがとうございます。